はい、皆さんこんにちは。今日も川にやってまいりました、8月ということでね、真夏の川の生き物、どんな水生昆虫がいるのか調べていきたいと思います。ムクズガニが取れましたね。はい、じゃあね。オイカワが泳いでますね。夏の川という感じです。あそこにスッポンがいるな。絶対取れんと思うけど。めちゃくちゃ速いんでね、泳ぎが。どうか、なんかに噛みつかれてんのかな。あー、はい。あ、潜りましたね。取れたかな。取れましたね、どうやら。スッポンです。うわぁ、逃げる。スッポンちゃんです。すごい暴れてますね。ちっちゃい可愛い子ですね。かわいそうなので逃がしてあげましょうかね。めっちゃ必死なんで。スッポンです。スッポンいるんだな、ここな。はい。どうぞ。じゃあね。あれ逃げない？はい。早っ。今ね、ちょうどビデオ撮ってなかったんですけど、このヨシのところをね、ガサガサしたら、ギギが撮れました。かわいいですね。ギギです。かわいい。さっき撮ったギギちゃんですね。かわいいね。かわいいね。まあ、ナマズ。ナマズの仲間って感じですけど、目が大きくてかわいいですわ。ああ、持って帰りたいぐらいですけど、まあね、ちょっと責任持って帰る自信がないんでね、逃がそうと思います。意外とでかくなるしね、ギギって。失礼します。じゃあねー。ああ、テナガエビですね。テナガエビが取れましたね。ああ。で、これはハグロトンボですね。はい。今ね、川の砂のとこすくったらね、シマドジョウが取れましたね。この川では初めて見ました。また映らんの。島土壌です。今ね、この流木とか竹ですね、拾ったんですけど、多分中にね、モクズガニが入ってますね。なんか見えたような気がしたんで。いいか。います。カニが。踏ん張ってますね。あ、出た。出ましたね。そんなにでかくなかったな。そんなにでかくないモクズガニですね。はい。ちょっと、全然食べれないレベルのサイズかな。こんなもんです。ちょっとね、シャレにならないぐらい暑くなってきましたので、今日はね、この辺で切り上げたいと思います。今日も結構いろんな生き物見れて楽しかったですね。スッポンとかね、魚の仲間も結構いましたね。ジジとかシマドジョウとかね。またこれからもね、ここ定期的に調査していきたいと思いますので、動画アップしていきたいと思います。ではね、ご覧いただいてどうもありがとうございました。もしこの動画見てね、少しでも面白いと思っていただいた方はね、他の動画も見ていただけると大変嬉しいです。それでは、失礼します。